無人探査機マリカーシリーズが次々と火星に到着。さらにバイキング1号、2号、マースオブザーバーなどによって火星の探査は進み、さまざまな事実が明らかになった。それによれば、現在でこそ寒く不毛の砂漠に覆われた火星だが、かつては地球のような環境で水も空気もあったという。その証拠に、今でも火星の表面にはかつては川だった場所などがはっきりと残っている。地の火星の環境が地球に似たものであったらしいと分かった時、それは夢物語ではなくなった。現在の火星の環境を考えると、人間のような生き1号から次々と火星の表面の写真が送られてきた。その中に信じられないものが映し出されていた。どう見ても人の顔にしか見えない奇妙な岩が宙を睨んでいたのだ。この写真をコンピューター解析したところ、人工的に作ったとしか思えないほど左右対称で整った顔の形をしていることが分かった。さらに目の部分には目玉と思われる盛り上がりまであることも分かったのだ。顔の大きさは幅 2.3キロ、長さ 2.6キロ。実際にそばで見るとこのような形の岩山が火星の表面にあると思われる。この奇妙な島16年にバイキング1号が火星に着陸。生き物がいるかどうかの探索にも人面岩や人工的に作ったように見えるものがたくさんあった。そこで僕は月や火星のこうしたものの中に地球にあるピラミッドに似たものがあることに気づいたんだ。エジプトのギザのピラミッドは今でも謎に満ちたものだった。地球の大きさを知らなくては使えないような数字を使って作られていたことが分かったわ。メキシコのテオティアカンの遺跡がまるで太陽系の模型のように建物を並べて作られていることも分かった。古代の人にそんな天文学の知識があったのかどうかを調べて、ストーンヘンジやフェアリーストーンを見た。最後にドゴン族の伝承の話を知った。ドゴン族の研究でこのストーンヘンジは天文台なのではないかという説が出てきた。季節ごとに変化していく太陽や月の位置に沿って石が並べられているというのである。フランス、カルナックにある巨石たち、ここにあるフェアリーストーンも古代の天文観測機器ではないかという説がある。現在知られている以上に進んだ天文学の知識を持っていたかもしれない超古代の人々、彼らは何かのために天文学を必要としていたのだろうか。西アフリカ、マリ共和国。この国内にドゴン族という民族が住んでいる。フランスの人類学者マルセル・グリオールとジェルメン・ディ・タランは1931年から20年以上にわたってこのドゴン族の調査を進めた。その結果、ドゴン族には信じられないほどの天文学の知識が言い伝えとして残されていることが分かった。まだ望遠鏡もなかった時代からドゴン族は木星を4つの星が回っていることを知っていた。また土星に輪があることも知っていた。そして何よりも驚かされるのがドゴン族が信仰しているシリウスという星に関することだ。空で最も明るく輝いている星、シリウス。ドゴン族はこの明るいシリウスの周りを目に見えない暗黒の星が回っていると考えていた。その星は非常に小さいのに非常に重く、地球上にはないサガラという特殊な金属でできていて、およそ50年で明るいシリウスの周りを回っていると信じていた。では現実にはどうなのか。19世紀に入ってから実際にシリウスの周りを回る星が発見された。それはドゴン族が信じていたように小さく重く、そしてシリウスの周りをおよそ50年で回っていることが分かったのだ。以降、明るい方のシリウスをシリウス A、
周りを回る暗い星をシリウス B と呼ぶことになった。シリウス B は肉眼ではもちろん小さな望遠鏡でも見ることはできない。果たしてドゴン族はどのようにしてシリウス B のことを知ったのであろうか。南太平洋に浮かぶイースター島、ここに奇妙な石像がいくつも並んでいる。この巨大な石像はモアイと呼ばれている。現在知られているだけで1000体以上のモアイが立っており、最も大きなものは高さ20メートル、重さ90トンもある。1722年にオランダの探検家がこの島を発見、モアイのことが世界中に知られるようになった。多くの学者や研究家がモアイの調査に取り組んだが、今もほとんどの謎が解き明かされていない。何の目的でこれほど多くのモアイを建てたのか、モアイ像を作った人々がどこから来たのか、物言う板という意味のコハウロンゴロンゴに刻まれた文字もまだ完全には解読されていない。また300体もの未完成のモアイを残したまま、なぜ突如として制作をやめてしまったのかも未だ分かっていない。モアイたちが空を見上げていることから、モアイは宇宙人が作ったもので、自分たちの星を見つめているという人もいる。さまざまな謎があるが、モアイたちは固く口を閉ざしたままである。側しか見せないで回っていることや、月の裏側が表側と違うことなんかが分かったわ。月にあるいろいろな物体を見た。円形ドームやブリッジ、自然の力がこんなことをできるのかは疑問。彼らが乗ってきたのは今の火星の衛星フォボス。そして彼らは火星に超文明都市を築いたんだ。その時きっと月にもいろいろなものを作った。でももしかしたら戦争とかで環境を破壊してしまったのかもしれない。その時何人かの宇宙人は地球へ逃げてきた。そこで古代エジプト人に教えながらピラミッドを作ったんだ。僕はピラミッドはその宇宙人たちの仲間に向けたメッセージなんじゃないかと思うんだ。ここにいるぞってね。でも結局は誰も助け出しに来てはくれなかった。宇宙人たちは地球で死んで、月の400倍もの大きさの太陽が月と同じ大きさに見えるのは、月に比べて太陽が遠くにあることが理由なのは言うまでもないが、まるで計算したように同じ大きさに見えるのは不思議なことと言えるだろう。また月が常に同じ面を地球に向けて回っているのも奇妙なことである。地球からは見ることのできない月の裏側は一面がクレーターに覆われ、表側とは全く違う顔をしている。これは表側と裏側の地殻の厚さの違いに原因があることが分かっているが、なぜ裏側の地殻の方が厚いのかはまだ分かっていない。このように科学的に解明されている謎でさえも月の神秘を表すものといえるだろう。1954年アメリカのジャーナリストジョン・オニールがこの場所に奇妙なものを発見した。そこには断層をまたぐブリッジのようなものがいくつか映し出されていたもの。その大きさは全長20キロぐらいと推測されている。自然にこのようなものができたとは思いにくい。またもしできたとしても温度の変化や隕石によって壊れてしまう可能性が高い。目の錯覚なのだろうか、それともこのブリッジは何か大きな意味を秘めているのであろうか。以来現在までにもう数百件に及ぶ観察例がある。奇妙なことにこの円形ドームは現れたり消えたりしているのだ。1966年11月20日アメリカのルナオービター2号が撮影した奇妙な月面の写真。そこには科学的な図形を構成する何本もの柱のようなものが映っていた。アメリカの生物工学研究所のウィリアム・ブレアはこの柱のうち最も高いものは213メートルもあると計算している。さらに柱が二等辺三角形を作るような位置に配置されていることも発見した。
こうした人工的に見える不思議な物体や何かの跡はこれまでにいくつも写真に撮られている。これもまた長い影を引く塔のようなものが写った写真である。これはあまりにも完全な円形をしたクレーター、アルファベットの S の字のように見えるもの。何かを引きずったような不思議な跡、その先端にはこのような物体らしきものも映っている。月の表面にあるこれらの奇妙なもの、果たして自然の力が作ったものなのだろうか。すると恐怖という意味の星フォース、この星も月と同じように不思議な星である。1959年、宇宙物理学者イオジフ・シュクロフスキー博士が当時のソビエト科学アカデミーに一つの公式報告を提出した。その結論にはこう記されている。フォボスは人工の天体である。博士はその理由として6つの項目を挙げている。中でも注目されるのはフォボスがアルミニウムからできているらしいということ。1円玉の材料としておなじみのアルミニウムは自然の状態では宇宙のどこにもあるはずがない物質なのだ。作り出すためにはとても高い技術が必要で、そんなものが自然の都市にあるのは大変奇妙なことなのである。またフォボスの観測データから中が空洞である可能性も報告されている。これらのことから博士はフォボスは太古の昔に火星に来た人工の星だと結論付けている。その説をまるで裏付けるように1971年にマリナー9号の送ってきた写真からフォボスには人工的に加工したかのような超巨大クレーターがあることが判明した。その星の大きさに対して釣り合いなほどの巨大クレーターを持つ星は他にもある。これは土星の周りを回る衛星ディマス、これも土星の衛星でレア。同じく土星の衛星テティス、さらにショッキングなことに月にもへそのような巨大クレーターが裏側にあることが確認されたのだ。果たしてフォボスは本当に人工の星なのであろうか。他のへそのような巨大クレーターを持つ星と関係があるのだろうか。